Media Entertainment.私の名前は日和。私には小さい頃から不思議な力があった。私の持っている力、それは 霊を見ること、そして悪意を持つ霊と戦い、それを消し去ること。今私はその力を使って生きている。特に写真に焼き付いた死者の執念を払い、 浄化することが私のなりわいである。 Thank you.
まだ手紙には続きがある。
霊と戦うこと、それが今は身寄りもなく一人ぼっちの私が生きていくためのたった一つの手段。次はどんな手紙が届くのだろう。私は一人でこの屋敷に住み、エージェントが持ち込む除霊の仕事をこなしている。母を早く亡くし、私と同じ力を持っていた父は、私が7つの頃に失踪してしまった。それ以来私はこの屋敷からあまり外に出たことがない。外の世界は私にとって霊と対話する世界よりも未知で恐ろしい。
まだ手紙には続きがある。
Thank you.
私の除霊はどうやら一風変わっているらしい。私は除霊をするたびにその霊の生前の記憶や知識の一部を自分のものとして得ることができる。孤児となった私がこうして一人で生きてゆけるのもそのためだ。